最初が128で回転数が1930。そうです ね。で、施術後1922です。お、はい。今施術前127ぐらいでした最高。そうですね、128。それ128ですね。はい、128です。はい、で今からちょっと僕の課題でもある回転数であったりとか球速であったりとか、はい、体の使い方を実際やってみてその後の球速も測っていきたいなと思いますので、ぜひ翔さんお願いします。お願いします。はい、僕のちょっと課題とか、はい、克服しないところをちょっと教えてほしいんですけど、はいはい、まず、飛鳥さんの投球フォームの中では、はい、特に股関節の使い方、はいはい、これが、すごく課題だなというところがまず一つ、はいはい、でなぜかっていうと、はい、体重移動するときにこの膝がつま先よりこう前に出てるような状態で体重移動をしている状態なので、はい、こういう状態ですよね。そうですね、膝がこうクッと曲がった状態で折れ曲がってる状態ってことですね。そうです、はい。なので力、股関節の力、下半身の力っていうのを、はい、体重移動で伝えていくっていうのにやっぱロスが起こってしまってるんで、はい、この辺りの、硬さ、筋肉だったり関節の硬さっていうところがあるんで、はい、そこをちょっとまずは、動きを出してあげる必要があるかなというところと、はい、あとは肩周り、投げる側の肩、はい、特に前側がちょっと硬さがあるので、はい、やはり、下半身の問題っていうのもあるんですけども、はい、ただテイクバックの時に、手の位置は基本的には空の方を向いてる状態、トップの位置作った時は、はい、そうですね、空の方向いてるんですけども、はい、ちょっとやっぱりこう前傾、前腕がこう前傾って言って前に倒れてるような形になってくるんで、はいはい、そこから振られてくるんで、やっぱ遅れてくるんで、なるほど、肩や肘の負担も大きくなる。だから痛いんですか。そうです。なるほど、はい、ってことはこういう状態、まっすぐ、90度でまっすぐぐらい、こういう状態、天井向いた、はい、これぐらいを向いた、はい、はい、で投げていくと。そうですね、はい、それを、フィジカルの面から変えていこうかなと思います。はい、はいはい、今ので、お尻周りとか、はい、あとはハムストリングスの、止まってるところですね、はい、この辺りが結構飛鳥さん硬くなりやすいっていうのがあるんで、はい、今ちょっとそれで、リリースしていって、はい、っていう形なので、はい、ここから実際ちょっと、動作に入っていこうかなと思います、はい、で軽くキャッチボールしながらちょっとアドバイスいただけたらなと。そうですね、はい、はい、思います、はい、なんか改善点はありますか。もう一回ちょっとここの今、はい、少し硬さがあったんで、はい、ちょっと、はい、もう一回ちょっと同じように胸胸筋のところを押さえます。外旋、内外旋。結構最初に話したように、はい、前腕が少しこう 前にちょっと傾いてるようにやっぱなりやすい傾向があるので、今やってもらってるような形でこう内外旋、はい、この動きをしっかりと出してあげると、はい、テイクバックとかトップ、これが作りやすくなると思います。はい、一回ちょっと、はい、内旋進化がしっかりこう動いているような感じで、足ちょっと広げてもらって、はい、この状態から、はい、この骨盤、
こうやって後ろ下にこう下げていいんですか。下に下げるっていうのはどっちかというとこうこの右の骨盤股関節をこう前に沈むわけではないです。沈んでしまうと力がパワーレスしちゃうので、はいはい、ここからこうなっちゃうんで回転運動にはならないんで前に行くイメージですか。そうです、ね、だいぶ良くなってる。良くなってます、はい、もう1点だけ、はい、もう1点だけ今非常にいい状態なんです、はい、で、まあ、軽くスタンスになってこういう感じで、まあ、イメージとしてはまあ、スタンスこれぐらいで、はい、スタンスこれぐらいで、はい、こういう感じで、お尻を後ろに分かたいわ。これちょっと、これリズムよくてさあ、お尻を後ろに突き出さない。なるほど、これリズムよくやったらもっといいかもしれない。こっちの方がやりやすいですね。まあ、こっちのお尻、こちらに今あの施術でだいぶ、はい、右のお尻はほぐしたんで、はい、多分それで多分このハマりっていうのは出しやすくなってると思うんで。なるほど、はい、こっちやりやすい、こっちやりにくい。これをリズムよくやってあげる。これでもう一回ちょっと投げます。よし、よし、それでは、はい、回転数と球速の方、はい、やっていきたいなと思います。上がっていきましょう。132-2080。ということで、はい、測ったのが128でしたね。最初が128で回転数が1930ぐらいかな。そうですね。ね、で、施術後で最後が132の回転数が2179。2179とかだったらだいぶいい方ですもんね。そうですね。ピッチャー中でも、まあ、140投げるピッチャーだいたい2100から2200ぐらいになってくるんで、はいはいはい、まあ、本当にあの回転数すごく上がってるかな。はい、思います。ありがとうございます、はいはい。まあ、実際施術後やっぱり体が柔らかくなって投げやすくなったっていうのとやっぱり下半身の使い方、はいはい、やっぱ野球は上半身投げてても下半身ですね。はい、そうですね、もう本当にそうですね、はい、もう下半身が大事なんで、はい、まあ、そういうのを意識したら、まあ、大体2キロか3キロぐらい、はい、3キロぐらいアップは全然あの一瞬でも可能なんで、はい、ぜひ皆さんやってみてください、はい、であの万全な状態で、ね、また次、そうですね、挑みたいので、はい、その時またよろしくお願いします。そうですね、その時また今132ですもんね。そうですね、はい、でここからどん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 伸ばしていって、まあ、140ぐらいまでは、まあ、サクッといきたいなと思ってるので。そうですね、40までは、はい、翔さんまたちょっとサポートの方よろしくお願いします。はい、ご視聴お願いします。はい、で、まあ、こういうあの施術とか、球速の上げ方に関してはインスタグラムの方で、あの翔さんのインスタグラムの方でいろいろ載せてますので、ぜひあのそちらの方もチェックよろしくお願いします。で、気になる方はインスタの方から、ダイレクトメッセージの方してもらえたらいろいろ教えてもらいますので、その辺もよろしくお願いします。はい、今日は以上です。ありがとうございました。